能登半島地震で発生した土砂ダムなどによる土砂災害の危険性を解消するため、専門家らが石川県輪島市の現場を視察しました。能登半島地震では多くの土砂崩れが発生して、崩れた土砂が川をせき止めるいわゆる土砂ダムが数多く確認されていて、大きな地震や大雨で崩れる恐れがあります。今日、地盤工学などの専門家や国土交通省の職員らが輪島市一ノ瀬町の現場を視察しました。今後、溜まった水を流す水路を新たに設けるなど対策工事を進めます。今現在の時点では特に差し迫った危険性はないというふうに判断しております。でしかしながら現在の水量はあの程度ですけれども、今後、梅雨時に豪雨が発生するとですね、相当な流量が流れる可能性がありますので、とにかく下流の人家に対して悪影響を及ぼさないようなことが必要であると考えています。北陸地方整備局によりますと、能登半島地震で輪島市と能登町の6つの河川14カ所で土砂ダムが確認されています。東北の被災地の移り変わりを一つのページに。能登半島地震では被災した輪島朝市の過去と現在、そこに生きる人の思いを伝えます。